はい、どうも皆さんこんにちは。弟の千葉です。本日なんですけれども、千葉県富津市にあります、こちら鈴木マリンさんお邪魔してます。で、本日ご紹介するのがこちら、2023年モデルの川崎ジェットスキー STX160LX になります。でこちらの STX160LX なんですけれども、 STX シリーズ2モデルありまして、 STX160X とこちらの STX160LX、 こちらの2モデルがあります。で、まあ、それぞれ装備が異なりまして、こちらの STX160LX の方が装備が充実したハイグレードモデルということになっています。で、オーディオとかそういった装備もかなり充実しているので、まずはちょっとそのあたりを見ていきたいと思います。はい、ではちょっと細かい部分を見ていきたいと思います。まずですね、こちらカラーリング、ネオンレッドのカラーリングが採用されています。かなり強めの赤っていう印象で、水上で映えそうな色合いになってます。でデカールはこんな感じで、ロゴがあって、後ろにもロゴがあってというような形になっています。はい、で 160LX だけの装備が、こちらのジェットサウンドですね。スピーカーを2機搭載したオーディオになってます。で操作はこちらで行います。で Bluetooth での接続に対応しています。でこちらグローボックスですけれども、中には、盗難の抑制が期待できるイモビライザーがあって、でこちら、一応仕切りがありまして、こちらを開けると、中、グローボックスになってます。で、スペースはそんなに広くないんですけども、深さがあるので、タオルとかそういったちょっとした小物であれば入れておけるのかなっていう感じですね。キーを、こういう感じで入れておくのもありかなと思います。で、USB のポートも標準装備されてます。でこのバンパーの下にこうフィンが、これですね、フィンがついてるんですけど、これが高い整流効果を発揮して走行中の安定性を高める、役割を果たしています。エンジンは 1.5 リッターの自然吸気エンジンが搭載されています。グリップはこう握りやすい形状の、パームレストがついたグリップになっていて、でリバースはメカニカルの、リバースで、リバースレバーは、左舷側についてますね。でメーターはシンプルで視認性に優れたものがついていて、でこの手前側にはカップホルダーですねが2つついてます。深さがあるので、走行中も、しっかりドリンクを保持してくれそうな感じですね。後ろのシートは取り外さなくてもこうスライドしてこう立てられるようなになっていて、こちらにストレージがあって、シートを外さずにアクセスできるようになっている感じですね。でこちらにこのストッパーがついてますので、これで支えてシートを保持できるようになっています。であとこちらに水栓孔がついてますね。でデッキマットは、ジェットスキーのロゴが入っていて、これグレーのツートンになってますね。はい、でこちらリボーディングステップも、装備されてます。で、足をかけた時に痛くないように、こういうクッション材がついているのと、あとこちらですね、手をかけられるのは1段で、もう1段
2つついてます。でこちらが、ストレージ、後ろにもこうちょっとしたストレージがあって、まあ、濡れ物を入れとくのに便利なストレージになってますね。はい、というわけで、2023年モデルの川崎ジェットスキー STX160LX ご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。川崎のジェットスキーの中では、まあ、あのウルトラ310シリーズが、まあ、フラッグシップハイエンドモデルになりますので、まあ、こちらどちらかというと、まあ、エントリー向けというか、まあそういったモデルになると思うんですけれども、ジェットスキーのロングセラーモデル STX15F の、まあ、後継機種ということもあって、まあ、かなりファンの多いモデルでもあるそうで、あとコンパクトで非常に取り回しが良くて、でスポーツ性も高いモデルになってますんで、まあ、そのあたりを好んで購入される方も多いみたいですね。はい、で、まあ、こちらのモデルなんですけれども、今回、鈴木マリンさんでお借りしたんですが、撮影時点でまだ、在庫としてあるということなので、もしご興味のある方は、鈴木マリンさんまでお問い合わせいただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。